いや、ちょっと分かるよ、俺ちょっとほんまにムカついてる、分かる、はい、うん、ちょっとほんまにムカついてるっすね。俺ムカつくことあったらムカつくって言うんですよ、ちょっと待って。そうなんすか。とりあえず時間があれなんで、時間があれなんで、すぐ来てもらっていいですか。すぐ動画を購入しに行くんで。ちょっと、まあ、普段こんな姿はあんまり 見せてないよな。喧嘩場で戦っても俺怒ってないもんね、一回も。僕も初めてっすね。ちょっとムカつくな。やっぱ炎上系なだけあって、炎上させてくるの、ちょっと。なんもないです、なんもないです。まあ、テンス当たりましょう。そういう感じですか。あの、ルールは、どうしよう。どっちが、あの、運ばれるまで吸収者で。バカなのかね。あんた3歳から格闘技やってるのが分かるでしょ。ね、その、どっちかが救急車で運ばれるまで。いや、俺運ばれるでしょ、そしたら。いや、分かんないです。え、自信ないですか。え、自信ないんですか。自信ないとか、救急車で運ばれたら、僕今、あの、引っ越しの手続き終わってなくて、まだ健康保険もないんで、ちょっと金額的にきついんですよ。金額的にいいか。はい。あ、じゃあ金額的にきつい。自信あるわけないでしょ。あんたら俺が戦ってますから、そんな。まあまあ、大丈夫、戦いましょう。ちょっと、いったんマジでちょっと、本当に。あ、リクルさん戦ってたじゃないですか。結構いい感じ。戦って。もうちょっと、いい感じ。もうちょっと勝たそうです。本当にプロか。どうなってんだ、それ。まあ、行きましょう。怖いな。素人目線なんですけど、もっといけただろうとか、あそこどうとか、格闘技やってもないやつらもう行ってくるじゃないですか。もっといけただろう素人か今の流れからしたら素人かな。けどもっといけただろう。
マジ2チャンネルみたいなことしなくていいんですよ、アンポさんが。江戸炎上系ではガクガク行くくせにアンポの前では全然じゃねえかよ。それでみんな書き始めるでしょうか。だいぶ行ったっすよ、頑張って。何ですか、アンポさん的にどうでした。僕ちょっと強くなりそう。いやちょっと正直言っていいですか、アンチの方も混んでありましたね。もう帰ろうか。大丈夫っす。戻すか。大丈夫っす。まあ、突系の人たち、江戸さんに突したい人は突した方がいいと思う。いや、それ言うとするから。勝てる。あんたはさ、過激でしょ。勝てる。僕ね。いや、僕の方はいいとしてね。埼玉のね、こう、K1 の時ね、見に行ってちょっと言われたんですけど、この人に。こんな時期に来やがって、お前も来てんだろって話なんですけど。直接、言われましたよ。それはそいつがやばいですね。そうですね。僕、そういう人を応援したくて行ったんですけど、言われちゃって。なるほど、誰の応援してたんですか。誰の応援してたんですか。もちろん、ミドル君も。はい、あ、同じブラジルの知り合いとか。そうそうそう、あ、ほんまや。そうなんですよ。うわ、ちょっと個人的にしてもう一回殴りたい。なんですか。じゃあ俺のお母さんとやらせてあげるんで、ブラジルに付けついてください。いや、おかしいですね。もうそれでやら、俺のお母さんのベッドの上で一発ちょっと KO してあげてください、もう本当に。じゃあ後でちょっと顔だけにしようです。痛めしてください、本当に。アンポキッズ俺の弟にいらないです。